お真ん中から行きました。そして左に。清水寺の森正繁関数が大きな筆で書き上げたのは今年の漢字に選ばれた金の字です。パリオリンピックパラリンピックの金メダルラッシュや大谷翔平選手の値え金の活躍、佐渡の金山の世界遺産登録など明るい話題に加え政治の裏金問題や。 金目的の闇バイトなどにも注目が集まり、22万票余りの応募の中で最も多いおよそ1万2000票を集めました。今回で30回目を迎えた中で、金は5回目です。続く2位は能登半島地震や豪雨などから3位、3位は大谷選手の活躍などから小でした。 金の字が記された特大の和紙は来週土曜日まで清水寺の本堂に展示されます。